今回は秋アニメ開幕ランキングです。というわけで今回は秋アニメ58作品を C から S ランクで評価していきたいと思います。それでは始めていきましょう。まずは C ランクから。1つ目の作品はとあるおっさんの VRMMO 活動記。こちらの作品は小説家なろうが原作です。物語は38歳の会社員のおじさんが VRMMO ワンモアフリーライフオンラインっていうゲームを始めて、隠蔽と弓っていうフグスキルを選んだところから物語が始まっていきます。タイトル通りおじさんがゲームの世界を楽しむようなお話になってまして、MMORPG をやったことある人の方が楽しく見れると思います。続いての作品は忍ばないクリプト忍者咲夜。こちらの作品は1話3分ぐらいのショートアニメで、現代を生きる忍者3人組のドタバタ修行がコミカルに描かれてます。オープニングとエンディングの曲が同じで覚えやすいメロディーなのですごく頭に残るんで、それだけでも聞いてみてほしいです。続いての作品はポーション頼みで生き延びます。こちらの作品小説家ナローが原作で、ジャンルは異世界転生ファンタジーです。物語は地球の管理者のミスで命を落とした女の子が若返った肉体と超チート級のポーション作成能力をもらって異世界に転生して激動の日々が幕を開けるっていうとこから始まっていきます。結構序盤から設定がぶっ飛んでて、管理者のミスで主人公が死んじゃって異世界転生することについて家族と話すシーンがあるんですけど、お母さんが保証をしてもらえとか妹が損害賠償できるだろうとか言い始めて、もう全然悲しいんじゃなくて僕はちょっと笑っちゃいました。今お話しした通り平和な雰囲気でキャラデザインも可愛らしいので、難しいことを考えずに強く生きていく主人公を気楽に見ながら楽しむのがいいのかなと思います。続いての作品はビックリメン。こちらの作品はビックリマンを題材にしたバトル作品です。物語はビックリマンブームが加熱していて、犯罪や騒動が起きるような日本が舞台で、宅配バイトに励む高校生のヤマトがシールを運ぶことを頼まれて戦いに巻き込まれていくっていうところから始まります。この設定がすごくて、仕事でシールを運んでるのにいきなり高校生にお願いしたりとか、シールのためにおじさんが殺されそうになったりとか、展開が結構すごかったです。バトル要素としてはビックリマンシールを体に貼ることでパワーアップして戦う感じです。セリフの面白さとかビックリマンを知ってると懐かしさがあったり、いい面もたくさんあるので、興味がある方はストーリー的にまずは1話だけじゃなくて2話まで見ることをお勧めします。デコボコ魔女の親子事情。こちらの作品 C ランクにはしてるんですが、親子のお互い大好きな感じが伝わってきて僕は結構好きです。ジャンルはファンタジードタバタコメディです。物語は一人森で暮らす魔女がある日人間の赤ちゃんを拾って16年育てて、子供は想像以上に成長して見た目が逆転っていうお話です。 A パートと B パートで別々のお話があるような構成になってまして、この作品の楽しい部分は見た目が逆転した親子のやりとりで、大人な見た目の娘が甘えてくる感じが可愛かったり、お母さんが子供を見られちゃったりするところなんですが、他にもコミカルなシーンがたくさんあるので、ギャグが合う人はもう少しランク高くなるんじゃないかなと思います。続いての作品は攻略ウォンテッド異世界救います。こちらの作品はビリビリにて配信されたオリジナルアニメで、公式がこの秋一番可愛い異世界ファンタジーコメディと歌っている通り、確かに可愛い作品だなって思います。物語は社畜 OL がゲームの世界へ召喚されて、現実世界に戻る方法を探りながら異世界を救う大冒険をするっていう話です。良かった点は CG 映像がゲームの世界へ召喚されたっていう設定になってますし、小ネタもあったりするところかなって思います。ただストーリーを楽しむというよりもキャラの可愛さをめでる作品かなって思ったので、他にも今期は面白い作品が多かったのでちょっと低めにしました。はい、 C ランクはこんな感じです。続いての作品は神選び。こちらの作品はオリジナルアニメで、ジャンルは異能力バトルロワイヤル CG って感じです。物語は退屈な日を過ごしていた主人公のスマホに、あなたの願いを吹き込んでくださいというメッセージが届いて、憧れのほのかと縁なことがしたいとつぶやいたことから世界の神様を選ぶ神選びに巻き込まれてしまうっていうお話です。登場人物の掘り下げがあまりないので、唐突に戦いに巻き込まれる感じがして感情移入とかはできないんですが、2話まで見ると次回への引きも良かったですし、公式がこの秋最もエグいアニメ変態キャラたちのド変態青春バトルロワイヤルと歌ってるので、ストーリーや今後の登場人物も楽しみな作品です。続いての作品は放課後少年花子くん。こちらの作品は自爆少年花子くんのスピンオフで、ジャンルは10分のショートアニメコメディです。内容は本編では描かれない花子くんとネネの平和でギャグ満載なゆるい日常が描かれてます。ショートアニメならではのテンポ感とドタバタ感が楽しい作品で、4話で放送するのでサクッと見れますので、興味がある方はチェックしてください。続いての作品は川越ボーイズシング。こちらの作品はオリジナルアニメで、ジャンルは青春学園コメディボーイズクワイアです。物語は人前で歌いたいけど歌えない元聖歌隊の主人公と、友達たちの前に人の話を聞かなかったりと性格に難がある元指揮者の男が現れて、新設されたボーイズクワイア部に入部させられるっていうとこから始まっていきます。1話から歌って踊るシーンがあるんですけど、正直音楽が思ってた感じと違って、合唱っていうより J-POP のかっこいい感じで予想外でした。川越を舞台にした作品で街並みがリアルに描かれているので、そういう点も注目してみると楽しみが増えると思います。
続いての作品は機関車の魔法は特別です。こちらの作品は韓国のファンタジーウェブ小説が原作で、ジャンルはタイムリープファンタジーです。物語はいきなりクライマックスから始まって、最悪の災害によって世界が滅亡を迎えた時に、気がつくと主人公が13年前の世界に戻っていて、主人公は絶望的な未来を変えるためこの世界をやり直してみせるって決意するっていう話です。動画制作時点では1話しか放送してなかったので評価がとても難しくて、2話から2度目の人生をどうやり直していくのか、なぜ13年前に戻っていたのかって分かっていって面白くなっていくと思うので、1話時点の評価はとりあえず B にしてます。続いての作品はお嬢と番犬くん。こちらの作品は序盤からとっても甘々です。というわけでジャンルは極道学園ラブコメです。物語はヤクザの孫の女の子が知らない人しかいない高校で普通の高校生として青春を送ろうと思っていたら、過保護な若頭が年齢詐称して裏口入学して一緒に学園生活を送ることになってしまうっていうところから始まります。今2話まで見てるんですが、作画は良かったり悪かったりで正直あんまり安定してないです。ですがキャラの心情の変化も描かれてますし、セリフも声優さんの演技もとても素晴らしいです。あとはとにかく過保護な若頭がこんなに距離感近いのってぐらい距離が近くて、イケメンで年上でかっこいいのに可愛くてキュンキュンニヤニヤできると思います。続いての作品は冒険者になりたいと都に出て行った娘が S ランクになってた。こちらの作品は小説家になろうが原作で、序盤から娘はお父さん好きなんだなっていうのが全開で伝わってきて微笑ましかったです。ジャンルとしてはハートフルファンタジーです。物語は元冒険者の男が森で捨てられた女の子を拾って自身の娘として育て上げて、そして成長した娘が都へと旅立ち、いつしか S ランク冒険者として活躍するようになっていたっていうとこから始まります。1話見た時は娘がズバ抜けて強いのかなと思ってたんですけど、2話ではお父さんも強そうな雰囲気が出てきて、僕的にはやっぱお父さん強いんだなってニヤニヤして見てました。キャラデザインもいいですし、劇版も作品の世界観に合っていて僕は良かったように感じました。2話のラストでは気になる展開も出てきて、ストーリーの続きも楽しみです。あとエンディングもいいのでぜひチェックしてみてください。続いての作品は僕らの飴色プロトコル。こちらの作品はオリジナルアニメで、 e スポーツと家族や仲間との絆をテーマにした作品です。物語は事故による父の死と妹の怪我をきっかけに、大好きだったゲームをやめた高校生が主人公で、バイト先の e スポーツカフェに多額の借金があることが発覚して、 e スポーツ大会で賞金を獲得し借金を返済するため再びゲームをすることになるっていうところから始まります。気になった点はゲームを再び始めるきっかけの設定とかもうちょいあったんじゃないかなって思ったのと、 e スポーツ題材なのにゲームの映像が平成初期の FPS みたいな感じだなとか思いました。ただしっかりね、1話のラストで気になる展開用意されてたり、キャストもいいですし、キャラも魅力的なキャラがいそうなので続きは楽しみです。続いての作品はキャプテン翼シーズン2ジュニア優先。まず最初にキャプツバの面白いです。物語はフランスパリで開催される国際ジュニアユース大会に向けて日本ジュニアユースが集められるんですが、主人公の翼くんは怪我をしているっていう状況から始まっていきます。一期でライバルとして各チームで主力として戦ったメンバーが集まってるんですけど、1話2話から必殺技のオンパレードでもうキャラも吹っ飛んだりとかすごいサッカーしてて、やっぱエンタメ作品として見てて面白いですし、ちょっと古い感じの演出もキャプツバっぽくて楽しいなって思います。続いての作品はゆずきさんちの4兄弟。こちらの作品のジャンルはハートフルな日常ものです。物語は数年前に両親を亡くして4人で暮らしているゆずき家の日常が描かれてます。1話から兄弟の家族愛や、三男の俺だってみんなのために頑張りたいんだっていう気持ちが描かれててすごく温かい作品でした。ハートフル系の作品なのでインパクトがあるわけではないんですが、心が温まる素敵な作品になるんじゃないかなって思います。続いての作品は新しい上司はド天然。こちらの作品は男の僕が見ても上司がド天然すぎてめちゃくちゃ可愛い癒されるお仕事コメディです。物語は上司からのパワハラが原因で転職して新しい上司と出会うことになるんですが、その上司がめちゃくちゃド天然だったってとこから始まります。予想を上回るぐらい本当にド天然で心配になるぐらいなんですけど、照れたりしてるのが本当に可愛くて、作画に関しても A1 ピクチャーズさんなので綺麗ですし、ぜひね気になる方はチェックしてみてください。はい、 B ランクはこんな感じです。今期は B ランクでも面白くて、個人的にはゆずきさんちの4兄弟が良作になりそうかなって思います。次は B プラスです。続いての作品は経験ゼミな君と経験ゼロの俺がお付き合いする話。この作品はちょっと刺激的なラブコメで個人的には結構好きです。物語は量産型陰キャ男子が学年一の美少女に告白したら付き合えることになったんだけど、低層観念が違いすぎるみたいなとこから始まります。2人の恋愛感がずれてるのでやりとりが面白いですし、陰キャの真面目さに影響されていくヒロインがとても可愛いと思います。オープニングもザ・ラブコメみたいな感じですごく好きです。
続いての作品は7つの大罪黙示録の4騎士。こちらの作品は連続2クールで放送です。7つの大罪の聖戦から16年後を描いたアニメです。物語は辺境の地で祖父と暮らす少年の目の前に謎の騎士が現れるんですけど、これがきっかけで少年の運命が大きく動き出していくっていうところが始まります。漫画を少し読んでたので展開知ってたんですけど、やっぱり1話から壮絶でインパクトありました。作画も7つの大罪から制作会社が変わって綺麗になっていて、その点も良かったと思いますし、冒険が始まるワクワク感もあって、まあいいスタートだったんじゃないかなって思います。続いての作品は婚約破棄された令状を拾った俺がいけないことを教え込む。こちらの作品は小説家になろう原作です。ジャンルは笑って癒されるラブファンタジーです。物語は森の奥で暮らしている人嫌いな魔法使いが森の中で倒れていた令状を発見し保護するんですが、その令状が家族から冷遇されていたり婚約者に裏切られていることを知って、まあ、同情からいけないことを教えることにするっていうところが始まります。ちなみにいけないことっていうのは、まあ、美味しいものを食べ過ぎたりとか、まあ、遠慮するなみたいなことで、序盤はすごく平和な感じなので、今後どういう風にストーリーにアクセントがついてくるのかが楽しみです。続いての作品は破滅の王国。こちらの作品は1話からインパクトがあって個人的に結構好きです。ジャンルはダークファンタジー復讐劇です。物語は人類に知恵と安寧を魔女がもたらしてくれたんですが、魔女の力に匹敵する科学力を手にした人類が魔女狩りを始めた世界が舞台で、そんな中で魔女クロエとクロエに育ててもらった人間アドニスが平穏な生活を求めて逃亡生活をしているとこから始まります。このクロエとアドニスの関係性がすごく良くて、もう本当に幸せになってほしいなって僕は思いました。テーマが復讐劇っていうことで人間の醜さなど過剰なぐらい描いた1話で、作品の世界観が十分に伝わってくる内容になっていましたし、作画としてもキャラの表情とかめちゃくちゃ良かったですし、次が見たくなるような構成にもなってて、さらに劇版やエンディングも作品の雰囲気になってて僕はいいなって思いました。好みが分かれると思うので、復讐系の作品が好きな方は1話でどん底しっかり味わえるのでぜひ見てみてください。続いての作品は暴食のベルセルク。こちらの作品は小説家になろう原作で、無能と蔑まれた少年の下克上を描くダークファンタジーです。物語は腹が減るだけのスキル暴食のせいで最底辺の生活を送っていた少年が、ある日城に侵入した賊を仕留めたら暴食スキルの進化が発揮されたっていうとこから始まります。最弱無能っていう状態からどんどん成長していって、どんだけ強くなるんだろうっていうのが楽しい作品なんですけど、チートスキルにはデメリットもあるっていうのが2話で出てきて、今後ストーリーも面白くなっていきそうです。あとはちょっと思ったことなんですけど、まあ、主人公が情報を聞き出すために悪党に剣を刺してグリグリしてたりと、まあ、そこはなかなかやるなって見てました。続いての作品は聖剣学院の魔剣使い。こちらの作品は人類の英雄との戦いに敗れた魔王が長き眠りについて1000年後に目を覚ますと少年の姿になっていて、少女に保護されるところから始まります。キャラデザインが良くてヒロインがすごく可愛いですし、魔王が少年の姿になっているのでおねしょった要素的な部分もいいと思います。続いての作品は星屑テレパス。こちらの作品はボッチザロックから久しぶりのキララ枠なんですが、配信が FOD 独占なのでテレビか TVer で見るのがおすすめです。ジャンルはユリ青春 SF ファンタジーです。物語は宇宙人との出会いを夢見る引っ込み思案の主人公が、自分は宇宙人だと名乗るクラスメートと出会って、まあ、仲良くなりたいなみたいなとこから始まります。おでこパシーとかとってもユリ成分が強めなスタートで、ストーリーとしては主要人物がまだまだ序盤で揃ってないので、まあ、今後どういった青春劇とユリが描かれていくのか楽しみな作品です。続いての作品はゴブリンスレイヤー第2期。ゴブリンだけを殺す冒険者ゴブリンスレイヤーさんの新たな人を描くダークファンタジーの2期です。1話はちょっと落ち着いた感じのスタートだったんですけど、2話でゴブリンスレイヤーらしいストーリーの展開があって面白くなってきたんですけど、制作会社の変更でキャラデザインや作画が変わってるので、1期の暗い雰囲気というか重たい空気感というか、そういうのが薄くなった印象があったのと、ゴブリンスレイヤーさんのかっこよさもパワーダウンしちゃった印象があったので、開幕の評価ちょっと B プラスにしました。続いての作品は私の推しは悪役令嬢。こちらの作品のジャンルは異世界ガールズラブコメディです。物語はシャチコエルが大好きな乙女ゲームをしていたら、いつの間にかその乙女ゲームの世界のヒロインとして転生していたので、まあ、ゲームの知識で推しの悪役令嬢とお近づきになるために奔走するっていう話です。主人公が悪役令嬢のことを好きな感じが序盤から全開で、それにツンツンしてる悪役令嬢が出れたりするのがめちゃくちゃ可愛いです。基本気楽に見れる感じなので気になる方はぜひチェックしてください。続いての作品は盾の勇者の成り上がりシーズン3。こちらの作品はどん底から始まる異世界成り上がりファンタジーの3期ってことで、まあ、続編なんでちょっと短めにするんですけど、1話からストーリーが動いて3期は金作みたいなとこから始まるんですけど、すごく面白くなりそうで僕は個人的に好きな作品なんで嬉しいです。2期まで見てる方はぜひ見てみてください。続いての作品は鴨の橋論の禁断推理。こちらの作品のジャンルはミステリー探偵ものです。
物語は若手刑事のトドが連続殺人事件解決のために風変わりな探偵を紹介されて、一緒に事件を解決することになるんですが、探偵にはある問題があってってとこから始まります。このロンとトドのテンポのいいやり取りが面白かったり、作画も結構綺麗だなって僕は思ってます。探偵ものなんですけど能力みたいなものもあって、これがどうストーリーを面白くしてくれるのか今後の話が楽しみです。続いての作品は最果てのパラディン、鉄錆山の王。こちらの作品は不死者に育てられた少年が聖騎士への道を歩む姿を描いたファンタジーの第2期です。1期から2年の時が経って主人公は17歳になっているので、声優さんが変更になってます。あと制作会社や監督さんなどスタッフも変わったんですが、作品の雰囲気は変わらずに作画や演出面がパワーアップした印象なので、1期見てる方はぜひ2期もチェックしてみてください。続いての作品は彼女も彼女シーズン2。こちらの作品は二股から始まる新時代ラブコメディの第2期です。この作品も制作会社は変わってるので作画がちょっと1期と違うんですけど、あんまり違和感感じなかったですし、1期と変わらず勢いのある声優さんの演技などでコメディシーンが楽しく見れると思います。続いての作品はデッドマンとデスプレイ第2クール。こちらは異世界転生ノワールファンタジーの第2クールです。春アニメとして1クール目が放送してて、分割2クールで秋アニメとして13話からスタートなんですが、かなりぬるっと始まって新キャラも登場して、どういう風にそれがストーリーに絡んでくるのか今後の展開が楽しみな作品となってます。続いての作品は聖女の魔力は万能ですシーズン2。仕事中毒の会社員が異世界に聖女として召喚されたことから始まる異世界ファンタジーの第2期です。1期の時から物語の抑揚が抑えめでまったりめな印象があったんですが、2期のスタートも派手な展開ではないので続きが気になるみたいなのがちょっと弱かったのでこのランクにしてます。作画は綺麗な印象ですし、1期もストーリーが良かったので2期も楽しみな作品です。続いての作品はブルバスター。こちらの作品はテレビでも放送してるんですが、配信がレミの見放題独占配信です。ジャンルはロボット、会社、お仕事みたいな感じとなってます。物語は若い技術者が新型ロボブルバスターを携え害虫駆除会社に出向して、その矢先巨獣が出現するっていうとこから始まります。1話ではリアルなロボットものとして戦闘シーンもあって盛り上がりましたし、2話ではお仕事アニメとしての良さも出てきました。制作がナットさんってことで作画もいいですし、僕はいい作品になるんじゃないかなって期待してます。はい、 B プラスはこんな感じです。次は A ランクです。続いての作品は魔法使いの嫁シーズン2第2クール。こちらは2期の分割2クール目です。前半クールで伏線というか謎がある感じで終わってからの2クール目のスタートとなってます。相変わらず作画や演出がいいですし、テンポがゆっくりめでストーリーが丁寧に描かれてる印象です。盛り上がる場面がここから来ると思うので、今後の期待も込めて絵にしてみました。続いての作品は恵みの大吾救国のオレンジ。こちらの作品は特別救助隊通称オレンジを目指す3人が過酷なトレーニングに挑んでいくとこから物語が始まっていきます。かなり硬派な作品で緊迫感のある雰囲気も良かったりして、熱いドラマを見てるようで面白い作品だと思います。続いての作品は MF ゴースト。こちらの作品はイニシャル D の近未来の設定で、実在する行動でのカーレスバトルをする作品です。物語は主人公の19歳の天才ドライバーのカナタがイギリスから来日するんですが、レース参戦ともう一つある目的があったっていうところから始まっていきます。1話でいよいよレースが始まるっていうところで終わってからの2話がめちゃめちゃ面白くて、作画もいいですし、イニシャル D を感じさせる演出だったりユーロビートも流れたりとワクワク感がとても素晴らしくてめっちゃいいスタートでした。続いての作品はシャングリラフロンティア。こちらの作品は小説家ナロー原作で、ジャンルはゲームファンタジーバトルです。物語はクソゲーをこよなく愛する男が神ゲーシャングリラフロンティアに挑んでいくお話です。C2C さんの作画が綺麗で戦闘シーンもよく動いて躍動感があって見応えがありますし、作画に関しては今期トップクラスだと思います。ストーリーとしての盛り上がりはこれからだと思うので今後が楽しみな作品です。続いての作品はアンダー忍者。こちらの作品はジャンルが難しいんですけど、アクションシュールな笑いっていう感じになってます。物語は20万人も忍者がいる日本が舞台で、1日暇を持て余している職に敗れた末端忍者の忍びの主人公がいて、そんな彼の元に中忍が訪れて仕事を持ち込んでくるとこから始まります。結構シュールな笑いと、キャラデザインとかも含めて癖が強いので好みは分かれると思います。時系列シャッフルされて進んでいるので、僕はちょっと分かりにくさがあって、今はシュールで面白い作品っていう印象です。続いての作品は16ビットセンセーションアナザーレイヤー。こちらの作品は美少女ゲームが大好きなイラストレーターで美少女ゲーム会社で働く女の子が、ある日会社帰り見つけたゲームショップで手に入れたゲームのパッケージを開けたら美少女ゲーム黎明期にタイムリープしてしまったってとこから始まります。この作品はいろんな企業に協力してもらってるので、リコリコとかマドマギとか、あとは昔人気だったゲームがオマージュじゃなくてそのまま描かれていて、制作側の思いが詰まった作品なんだろうなっていうのも伝わってきますし、1話は
エンディングまでの構成もすごく良かったです。さらに声優さんの演技も作品に合っていて素晴らしくって、結構評価高めにしたんですけど、平成初期の美少女ゲームをしていたりとか、その時代に生きていた人の方が刺さる内容だとは思うので、興味がある方は見てみてください。続いての作品はミギとダリ。こちらの作品のジャンルはサスペンスシュールコメディです。物語は児童養護施設で過ごしていた双子の少年ミギとダリが、裕福で穏やかな老夫婦に養子として迎え入れてもらうんですが、2人の少年ミギとダリとしてではなく、1人の少年園山1人としてだったっていうところ始まります。この2人なんですけど、1人を演じている双子のお話なんですけど、1人に見せるための行動がシュールで面白くて、ストーリーとしても養子として迎え入れてもらった双子にある目的があるっていう気になる要素があって、笑えて続きも見たくなるいい作品だなって思います。続いての作品はラグナクリムゾン。こちらの作品は1話が60分で、僕としては結構インパクトがあってお気に入りの作品です。ジャンルはバトルファンタジーです。物語はヘボカリウドの少年ラグナが天才少女レオニカと一緒にコンビを組んで日々竜の討伐をしていたんですが、ある日ラグナはレオが殺される夢を見てしまうっていうとこから始まります。このラグナとレオのお互いを大切に思ってるっていう関係性が尊いですし、1話から盛り上がる展開もあって引き込まれるスタートでした。さらに2話でクリムゾンっていうキャラが出てきてから面白くなってきましたし、今期結構僕は楽しみな作品です。続いての作品は東京リベンジャーズ天竺編。こちらの作品は人生で唯一の恋人を救うためにタイムリープを繰り返すヤンキー作品の3期です。東京リベンジャーズは1期から3期まで共通して言えるのが、続きが気になるストーリーや演出構成が良くて、やっぱり面白い作品だなって思います。ちなみに2期と3期は見放題、ディズニープラス独占です。続いての作品は豚のレバーは加熱しろ。こちらの作品のジャンルは異世界豚転生ファンタジーです。物語は豚のレバーを生で食べて倒れた男が気がつくと異世界で豚になっていて、そこで心を読む能力を持つ美少女と出会うっていうところから始まります。豚のキャラクターボイスが松岡義嗣さん、キリトの声優さんなんですけど、欲望垂れ流しの演技が本当に面白くて、さらにヒロインもめちゃめちゃ心配になるぐらいいい子で、豚とヒロインのやりとりが微笑ましくて笑えて楽しい作品です。ストーリー的にも気になる部分があるので、今後の展開に期待です。続いての作品はオーバーテイク。こちらの作品はオリジナルアニメで自動車レースが題材になってます。物語はフォトグラファーの男がとある理由でスランプになっていて、そんな時に取材に訪れたレースで高校生レーサーのひたむきな姿を見てある決意をするっていうところが始まります。レースシーンのカメラワークや音響が良くて迫力がありましたし、作画に関しても背景が綺麗で細かいところまで描かれてて、すごく見応えがありました。続いての作品はアイドルマスターミリオンライブ。こちらの作品のジャンルはフル CG アイドルです。物語は自分の夢が何なのかまだわからない中学2年生の主人公がある日行ったアイドルのライブ会場で同じ中学2年生の少女と出会うとこから始まっていきます。キラキラしている感じや演出がアイドル作品に合っていていいですし、映像のクオリティが素晴らしくって、キャラがヌルヌルよく動いて、ライブシーンとか本当にめちゃくちゃ綺麗でした。 CG アニメに抵抗がある方も楽しめると思うので、気になる方はぜひ見てみてください。続いての作品は影の実力者になりたくてセカンドシーズン。こちらの作品は影の実力者に憧れた少年が異世界転生して知らぬところで本当に影の実力者になっていくっていう異世界ファンタジーシリアスコメディの2期です。2期でもやっぱり主人公が面白くて、中二病要素満載のセリフなどもかっこよくてにやけちゃいますし、この作品はハマったらめちゃくちゃ面白い作品なので、まだ見たことないよって方はぜひ1期からチェックしてください。続いての作品は希望の力大人プリキュア23。こちらの作品はイエスプリキュア5などで主人公だった夢原のぞみを中心に彼女たちが成長した姿を描いた作品で、大人になったのぞみの前に人間を襲う謎の影シャドウが現れるとこから始まっていきます。1話では大人になった登場人物が集まっていくような展開で、2話では戦闘シーンがあるんですけど、そこの作画が素晴らしかったり、大人ならではの大変さや責任などを感じて、まさにタイトル通り大人なプリキュアとなってます。シリーズ作品見てる方はぜひチェックしてください。はい、 A ランクはこうなりました。僕としては MF ゴーストが見ててワクワクして楽しかったのと、やっぱりミギとダリが笑いもいいし、シリアス路線も僕は好きなので、どっちに行っても面白い作品になりそうなので期待してます。次は A プラスです。続いての作品は君のことが大大大大大好きな100人の彼女。こちらの作品のジャンルはラブコメです。コメディ要素が強めなので、笑えて楽しいラブコメが見たい方におすすめな作品となってます。物語は中学卒業までに100回も振られた主人公が、神社で恋の神様から高校で出会う運命の人は100人いる
と告げられ、高校に入学して早々に2人の運命の人と出会うってとこから始まります。ぶっ飛んでる設定や勢いがあるギャグが面白かったり、さらにねパロディーもあったりして、そういう面でも見ていて楽しい作品です。作画も結構良くてキャラが可愛いので、笑えるラブコメが見たい方はぜひ見てみてください。続いての作品はティアムーン帝国物語、断頭台から始まる姫の転生逆転ストーリー。この作品面白くておすすめです。小説家になろう原作で、ジャンルは歴史改編ファンタジーです。物語はわがまま姫と蔑まれた公女ミーアが、民衆の革命によって断頭台で処刑されたはずが、なぜか処刑直後12歳の頃にタイムリープしていて、ギロチンの末路を回避するため運命のやり直しを決意するっていうとこから始まります。一度目の人生を振り返りながらお話が進んでいくんですけど、コミカルなシーンもあればシリアスなシーンもあって、その塩梅がちょうどよくて、2話まで見てるんですけど、もうすごく面白かったです。テンポよくお話も進んでいきますし、作画も安定していていい作品になりそうだなって思ってます。続いての作品はシャイ。こちらの作品は週刊少年チャンピオンで連載中のヒーロー作品なんですけど、1話から少年誌らしい熱くなれる展開があって面白かったです。物語は日本の平和を担う恥ずかしがり屋の女の子ヒーローが、ある日遊園地で発生した事故から人々を助けようとするんですけどっていうところから始まります。1話から主人公の葛藤や成長が描かれていて熱くなれましたし、8ビットさんの作画がやっぱりクオリティ高いです。主人公が恥ずかしがり屋なんですけど、頑張りたいっていう姿を見せてくれて応援したくなるような気持ちになりますし、3話まで見てるんですけど、ストーリーの展開も面白かったのでおすすめです。続いての作品はスパイファミリーシーズン2。こちらの作品は仮初めの家族を作ることになった凄腕スパイと凄腕の殺し屋、そして心を読むことができる超能力を持つ娘、そして未来予知能力を持つ犬のボンドが繰り広げるスパイホームコメディの大人気です。僕は素直にスパイファミリーは楽しい作品だなって見ていて、作画のクオリティも安定していて、2話にあったメインキャラ以外のお話もそれも面白くて、安心して皆さんにおすすめできる作品だなって思います。続いての作品は引きこもり吸血鬼のモンモン。この作品はとにかく可愛いです。ジャンルはファンタジーコメディで、物語は引きこもり生活をしている吸血鬼のコマリが、ある日親のコネで七具天大将軍に任命されてしまうっていうとこから始まります。最初にお伝えした通り、キャラデザインと作画、声優さんの演技が合っていて、めちゃくちゃキャラが可愛いですし、ユリ、ギャグ、可愛いだけじゃなくてシリアスな展開もあって面白くなりそうで楽しみです。続いての作品はグッドナイトワールド。こちらの作品はネットフリックスアニメなので、すでに12話まで配信されてまして、アニメが好きな友達とも話したんですけど、まあ、僕とその子も3話まで見てて意見一致で面白いよねってなりました。物語はネットゲームで最強と呼ばれる4人組がゲーム上で疑似家族をしていて、お互いには知らないんですけど、実は現実世界で崩壊した本物の家族だったっていうとこから始まります。このゲーム内と現実の話が絡み合うストーリーが面白いですし、登場人物にも魅力があって、まあ、ネットフリックス入ってないと見れないのがもったいないなってぐらい序盤の段階ですが面白いなって思いました。作画も結構安定していて見やすいので、ぜひネットフリックス見れる方は見てみてください。はい、 A プラスはこうなりました。次は一つだけ特別枠があるので、それを紹介するんですけど、その前に今回の動画作品数が多くなったので、分割放送の作品は入れたんですけど、夏からの継続放送の作品は入れてなくて、まあ、継続枠にもヘルクとかダークギャザリングなど面白い作品があって、まあ、今期は本当に豊作となってます。はい、というわけで次は特別枠です。続いての作品はシークレットミッション、潜入捜査官は絶対に負けない。こちらの作品は総領枠で、物語は犯罪組織が住むアパートに潜入捜査で新婚夫婦を装って潜入していたんですけど、怪しまれちゃったのでみたいなとこから始まります。まあ、総領枠ってショートアニメなのでサクッと見れますし、意外と面白い時は結構あって、今回もツッコミどころある作品なんですけど、それがなんか面白いと思います。ただ評価をつけるのは難しいので、今回未評価にしました。はい、次は S ランクです。続いての作品は馬娘プリティダービーシーズン3。こちらの作品は日本競馬史に名を刻んだ名馬たちをモデルにした馬擬人化アニメの3期で、今回の主役は北さんブラックです。1話から熱い展開で、北さんのセリフからのエンディングの入り方もめちゃくちゃ良くて、さらに第3話泣いちゃうぐらい最高でした。3期からでも楽しめるとは思いますし、競馬好きじゃなくても見れますので、ぜひ見てみてください。続いての作品は早々のフリーレン、制作マッドハウス。こちらの作品は魔王を倒した勇者一行の後日談を描くファンタジー作品で、1から4話が金曜ロードショーで2時間スペシャルで放送した話題作です。物語は勇者ヒンメルたちと共に魔王を倒して世界に平和をもたらした魔法使いのフリーレンが、50年後に再会しようという約束で勇者ヒンメルの元を訪ねるところから始まっていきます。この作品本当に気合が入ってまして、動画制作時点で6話までいってるんですけど、神回でした。作画がとても安定していますし、戦闘シーンもさすがのマッドハウスさんクオリティで、さらに脚本、セリフ、劇版もいいですし、もう大人気なのが納得の作品です。連
連続2クールで放送なので今からでも全然追いつけるんで、ぜひなんとなく見てないとかそういう方がいれば見てみてください。続いての作品はドクターストーンニューワールドの第2クール。こちらの作品は人類の石化により文明が滅びた世界を科学の力で取り戻すファンタジーで、3期の後半クールなので12話からスタートです。ドクターストーンって音楽とかも含めてワクワク感がやっぱりいいなと思って見てて、3期まで行ってるので登場人物が多いんですけど、魅力的なキャラが多いのもこの作品の良さだと思います。安定したクオリティで3期の後半クールもいいスタートになってます。続いての作品は薬屋の独り言。こちらの作品は小説家になろう原作の高級謎解き中華風ファンタジーです。物語は薬屋を営む女の子が人さらいに高級に売られて下女として働くことになったんですけど、そんなある日連続死の噂を聞いて、好奇心と知識欲が旺盛なその女の子が動き始めるっていうとこから始まります。初回が3話一挙放送で、1話2話で謎解きを見せて面白い作品だなってなってからの3話で毛色の違った恋愛的なお話だったんですけど、音楽とかも含めて余韻が残るぐらいめちゃくちゃ良くて、期待作品が期待を超えてくるような初回だったんじゃないかなって思います。こういう中国を舞台にした作品ってちょっと分かりにくい用語があったりしてとっつきにくさがあると思うんですけど、すごく見やすい作品になってるので、ぜひ皆さんまずは3話までチェックしてみてください。ラストの作品はアンデッドアンラック、来るよ不運が、というわけでラストの作品はアンデッドアンラックです。こちらの作品は週刊少年ジャンプにて連載中のバトル作品で、1話からめちゃくちゃ面白かったです。物語は触れたものに不幸な事故をもたらす少女が、その得意な材質から一度は死を覚悟するんですけど、そんな彼女の前に絶対に死ねない体を持つアンデッドの男が現れるっていうところから始まっていきます。この作品構成の良さとか声優さんの演技の素晴らしさとか圧巻のアクションシーンの作画とか本当に1話から良かったですし、フーコもめちゃくちゃ可愛いです。音楽の使い方も良くて、1話から見せ場があって大盛り上がりで、フーコのセリフからのアンデッドアンラックっていうタイトルがバーンって出てからのエンディングの入り方も良くて、まあ、最高のスタートだったなって思います。それでは皆さん、またね。